おはようございます。今日はみんなでスポッチャに行きます。スポッチャに行くの？スポッチャに行って、その後牡蠣を食べに行って、伊勢神宮にお参りに行きます。伊勢神宮メインだよ。そうなの？スポッチャメインだと思ってたわ。今日はスポッチャでバイク以外の競技でタカシをボコボコにする会みたいな。あとユウキくんにバスケで怒られる会。あとハヤトくんのストラックアウトを見る会。です。今何時？8時なりましたね。8時からスポッチャに行く、このめっちゃガチぐらい。遅刻？あ、いつものルールだったね。だそうだね。あれじゃない？おはよう。1000円か。1000円だわ。準備を遅刻だって。久しぶりのモーグレス、めっちゃ楽しい。楽しい。嬉しい。昨日話してたもんね。そう、昨日ね、ちょうどマグレス行きたいっていう話をしてて、うん、こんなすぐ来れると思ってなかった。おはようございます。おはようございます。おはようございます。何これ、新しいカメラだ。今日は何をするんですか？今日はスポッチャと牡蠣と伊勢神宮に参ります。どれが一番楽しみ？いや、俺、牡蠣が楽しい。牡蠣食べたい。マグロ豪快丼ではない。あ、もう垂れてるよ。いただきます。というわけで、朝定食べてきたんで、マグレスです。はい、今からスポッチャ移動ですね。スポッチャ一番楽しい。スポッチャ来ました。サブンじゃないの？ん？飛ぶんじゃないの？いや、だってスタートで飛んでないもん。いや、あっちの入り口ら辺で飛ぶんかなって思って。いや、スタートで飛んでないからさ。着地だけだよ。そう、着地だけの映像になっちゃう。今、みんなで卓球始めました。様子見てみます。ここはテラさんとユウキさんが遊んでます。テラさんの打つフォームがおもろい。ちょっとユウキさんが強いかな。じゃあハヤトくんと三上くんが遊んでます。三上が騒いでますね。楽しそうですね。お、今度はこっちがたかしとゆうきさんに変わってますね。喜び方癖ありすぎ。これもまあまあいい勝負ですね。お、二人ともうまい。うまいうまい。はい。わー、勝利。次は我らが勇気。勇気頑張れ。わあ、勇気。勇
おーしゃー勇気よし勇気来てるあけました勇気強いゼラさん大丈夫か？わあっていきなり。勇気のテンションが高い。キャッチボール？キャッチボール。行け。行くぞ。おお、取った。投げるフォームが。どうやって投げるの？どうやって投げたらいいの？いけ。おっ。おお。はい、投げろよ。いや、投げてよ。いくよ。なんか変本物かっこいいなんか変スポッチャーどうでした楽しかった楽しかった楽しかったもっと遊びたい気分何時間いたっけ3時間ぐらい3時間十分でしょ3時間みんなではしゃぎまくってめっちゃなんかまず卓球してその後バスケしてその後何したのバッティングしたバッティングしたねバッティングしたねバッティングしてその後バドミントンちょっとやってバレーボールやってバブルサッカーやって皆さんどうでしたもうめっちゃ楽しかったですもっとやりたいもっとやりたいもっとやりたい面白かったねボーリングとかカラオケとかみんなで行っても楽しそうだなって思ったそうやね、うん、次は次どこ次、カキやカキカキ食べ行きます食べ放題楽しみ超楽しみ絶対美味しいうんおおうまそうびっくりやで。じゃあいただきます。うん。めっちゃ美味しい。プリプリやで。牡蠣食えないマイキちゃんがじわるんだけど。めっちゃ美味しいよ。食べてみる。食べないじゃん。牡蠣食べれないけど、ちょっと挑戦してみちゃおうかな。いただきます。まずはこれに挑戦するんだ。何？え？美味しい。美味しい。なんかホタテみたいじゃない？うん。カキ食べれるわ。ちょっとなんかもらうかもしれない。食べた。どうでしたか？美味しかったね。美味しかったですね。最初の方はさ、なんかあちっちゃめのカキなのかなって思ってたよね。思いました。ぶっちゃけ本気出してきた、ね。最後本気出してきました、ね。急にサイズ変わってきたね。美味しかった。美味しかった。牡蠣使わないだろ。嫌いなんだけど。
火焼いた蒸した食べた。何？どっちかわかんないけど、火が通ってたら食べれた。最高です。幸せです。めっちゃ美味しかった。いや、幸せだわ。幸せですね。幸せです。いや、もうすごい動画用にこっち見ながらさ、食べようとして落としちゃった。うん。うまい。寺さんが頼んだ時は食べてます。暑いんだけど。それ暑いで出来たてだもん。そっか、うん、全然持ってられない、うん、ちょっと同じ目に遭うわけにいかない。さ、米のポジションあれいっぱいあった。米食ってさ、うん、美味しい。程よく臭くて美味しい。磯の香りがとか言っといた方がいいんじゃない。海臭いって。なんかマイナスっぽいよ。海の香りがして美味しい。最後の一個。美味しいね。ごちそうさまでした。伊勢神宮。伊勢神宮着きましたね。ハヤト君は伊勢神宮来たことあるの？もう何回もある。あ、何回もある。え、赤服売ってる？赤服売ってるよ。食べれる？うん、食えるよ。買えば。その場で食べる的な。あー、どうなんだろう。今コロナだから。あんこ大好き。こしあん大好き。おかげ横丁。おかげ横丁。うわー、どう楽しそう。甘酒飲みたい。甘酒大好き。伊勢神宮に着きましたね。平プロモートイン。おかげ横丁。手が震えてるけど。寒いの伝わってくるんだけど。甘酒の人たち映すか。お前、アップすぎるんだよ、顔が。お前、近づいてくんな、お前、ちょっとずつ。お前、近づいてくんな、お前。あったけ。あったかい。いいね。飲むか？うん、大丈夫。あ、うめえ。甘酒。うわ、酒くせえ。うまいね、これ。ちょっとしか飲んでないよ。暑かった。ちょっと冷ますわ。うん、あら。赤服。大好き赤服。いただきます。うん。めっちゃ柔らかい。すごい柔らかい。こっちに言ってもらっていいですか。すごい柔らかい。慣れてないから。そうね。うまかったね。美味しかった。美味しかったですね。うまかった。トトロのやつみたい。水くみやつ。本当だ。出てきたのもある。確かに。塩マニアで塩を買い始めた。伊勢神宮行ってきました。帰り道。じゃあ、運転お願いします。運転やるよ。しょうがねえな。行くぜ。爆走。というわけで、鈴鹿に戻ってきました。ただいま。どうでしたでしょうか。楽しかったね。楽しかったっすね。楽しかった。もうちょっとゲーセンやりたかったかな。ゲーセン行く？今から。竹美味しかったね。赤くん美味しかった。うん。伊勢神宮はちょっと寒かったけど。伊勢神宮は寒かったけど、よかったよ。伊勢神宮に行けてよかった。よかった。じゃあ、まいちゃん締めよろしく。締め。今日も楽しい交流会でした。私も1年仲良くみんなで頑張ります。ご視聴いただきありがとうございます。
このチャンネルではチームの活動をアップロードしています。たくさん動画を見ていただいて高評価をいただけるとレース活動の励みになりますのでよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。